お出かけ夫婦の龍馬とまいです。よろしくお願いします。パチパチということで、今またねこんな感じで外におるんですけど、うん、今回どこに来てますか？今日は神奈川県相模原市の、はい、中古タイヤ市場。中古タイヤ市場タイヤ屋さんですか？市場って言うんかな、どっちやろ。タイヤ屋さんに来ました。タイヤ屋さん、お出かけ夫婦やのにタイヤ屋さんに用なんかありますか？そう、タイヤ屋さんには用はないんです。やのにタイヤ屋さんに来ている。はい、あなたおかしなこと言ってますね見てもらったら分かるんで、とにかく見てください。それがこれです。ピョーンあそこから、はい、あそこまで、はい、全部自販機です。食べ物飲み物の自販機、1列目だけじゃなくて、うん、もう一個後ろにも同じような自販機がいっぱいあります。本当になんか TikTok とかでめっちゃバズってるやんな。うん、めっちゃバズっててずっと来たいなと思っとったけど、まあ、僕ら関西やから関東にあんま行く機会がないけど今回たまたまね近くで仕事があったので来ることができました。にゃーい。それでは調査開始。龍馬チャンネルチェケで映るんです。すごい。あ、お菓子とかもある。この辺はまあまあ今もなくはないな。何個もどういうの見て。蜂蜜。あー、白飛びする普通におもちゃとか持ってる。売り切ればっかりはこっち。あ、アイスも。あ、こんな感じでとりあえず台数はめっちゃ多いです。レトロ自販機ハンバーガーのなんかおもちゃ売ってんねやけど。すごい。あれや、前にあるやつのちっちゃいやつや。ヨーグルッペ。あ、これこれ、ヨーグルッペ美味しいよな。誰が飲んでも美味しい。待って、これ好きな人おるかな。クリケット。授業で食べたんよな。授業。うん。すごい、普通にお菓子も売っとる。このコロナ禍で作られた。傘も1個500円やって。新聞の自販機や。うん、ほんまや、絶対新聞。じゃあちょっと表の方行きますね。よ、はい、それではまいちゃんが今からラーメン買っていきます。チャーシュー麺な。うん、400円。安いよな、マジで安いよ。でここに出来上がり、あ、25秒。ちゃんと出来上がりの時間も出る。で、これメニュー表やな。ラーメンとチャーシュー麺押されすぎてじゃあさ、先に走っとっとくかな。もう何秒。あ、先じゃ走っとる。あ、今できたらこっから箸とか薬味、薬味もあんのいいよな。すごい。箸じゃ、ブラックペッパーはいらないです。あ、できた。運命の瞬間。なんか食べてやで。結構なみなみなよな。え、卵みたい。熱っ待って、熱すぎて取れへんかも。熱い。ちょっとルーちゃん、え、変わってそんな暑い。え、めっちゃ暑い。ちょっと待って、そんな嘘やんマジやって。暑いなこれ。頑張れ。熱っ。頑張れ頑張れ。ひなひなひな。はい。え、でもめっちゃうまそう。え、ありがとう。うん、じゃあちょっと席があるから食べてみて。それじゃあここのご飯テラス席で。テラス席で、あっちにも一応椅子あるんで、うん、なん食べていきたいと思います。まずはメインメニューからな。メインメニュー。ラーメンとかカツ丼とかもあるからな。え、でもすごくない？400円で。なあ、チャーシュー4枚も入ってないけど、しかも卵も。まいちゃんの好きな卵。しかもいただきます。大興奮です。400円のクオリティではないな、うん、自販機から出てくるしな、これが。うまい。醤油。うん、醤油っぽいな。あっさり醤油。え、しかもメンマとか、うん、メンマ、チャーシュー、海苔、味玉、うん、これで400円。それは安い。うん、え、普通にめっちゃうまいねんけど、食べる。うん、まずスープから美味しいで。うまいやつやな。待って、外で食べるから余計に美味しいんかな。なあ、いいね。うん、うまっ。うまい。チャーシューも食べてみて。
普通にうまい。しっかりしとる。もう一口食っていい？いいよ。うん。うま？普通にうまい。ラーメンのラーメン。うん、めっちゃ美味しい。りょうちゃんじゃあ肉そば？うん。食べてみよう。肉そば食べてみようぜ。食べていく。肉、かまぼこ、ネギが乗ったそば。本当はうどんもあるねんけど売り切れてた。うどん売り切れ。あとこれ肉そばやけど天ぷらうどんと天ぷらそばもあったな。うん。じゃあいただきます。あ、普通の麺つゆ。普通にうまい。そば、うん、とか普通に量めっちゃあるんですよ。いただきます。うん。うまい。そば。うまい、すごいよな。30秒ぐらいで。な30秒出来上がる。うん、マジ仕組みがよくわからん。うん、肉もしっかりしとる。前も食べたい。うん、いいよ、まあ、とりあえずラーメンとそばこんな感じで、他にもまだまだあるからどんどん食べていこう。いただきます。はい、はい、それではこれラーメン、そばに続いてそれ何食べよう。でこれめっちゃ有名やねんな、フィッシュ、エビ、カツ、チキン。でなんか最近これね壊されてたらしい。綺麗になっとるやつ。こっちでもハンバーガーだけやけど、あっちさ3種類あるよ。じゃあこっちから見て、チーズバーガー、照り焼き、あ、まあ、え、めっちゃ6種類ある。フィッシュ、エビカツ、チキンカツ、ハンバーガー、チーズバーガー、すごいな。え、めっちゃ多いやん。マクドナルドやここで。え、でもさ、この入れ物出てくるのめっちゃ絶対可愛いよな。まあでも、食べたいのがあんねんな。これも気になる。まだ売り切れ、え、ちょっと売り切れてそう。え、りょうちゃんはやっぱりカレー、やっぱ俺カレーかな。ちょっとカレーがあるんです。え、でもチャーハンと、うん、なんかそういう中華系もあるやん。すごくない？見て、スコールがこのとこに入ってる。スコールってこの紙パックで売れんの？炭酸じゃないんちゃう？ウォーター。うん。え、ちょっとこれ買ってみよう。いいよ、100円ホワイトウォーターみたいな感じかな。うん、買えるわ。うん、おお、すごい。すごいな。美味しいのかしら。じゃあちょっと飲みます。あ、炭酸のないスコール。うまないやん。え、でもうまい。そう、カルピスみたいな。あ、そう、カルピスやな。カルピスのマジマジマジ。飲んでないのに。カルピスのちょっと薄いみたいな感じ。あ、普通のスコールの方が美味しいな。じゃあもう耐えきれないので、りょうちゃんがボンカレーを買います。見た瞬間に。この顔を見た瞬間にカレーを見て買いたいじゃなくて、この顔を見てカレー買いたい。もうそば食べる前から決めてたもんな。今日はちゃんと甘口と辛口になるから。え、マジでありがたい。お前らは甘口派なので。え、どんな感じ出てくるんやろ。待って、昔のボンカレーすぎやん。知らんけど。いきます。400円。いや、これはうまいと思う。だってボンカレーやもんな。え、もう出てきとね。え、どういうこと。まあまあ熱いぞ、まあまあ熱いぞ。あ、え、すごいすごい、すごい、え、すごい。え、ご飯の量めっちゃあるよ。そう、大盛りって書いてある。じゃあこれ食べていきましょう。はい、ボンカレー開けていきます。はい、ボンカレーでーん。おー、おー、もうあったかい。もう、あっつっ。マジで、え、すごくない。え、ご飯めっちゃ入ってる。ご飯これ250g やな。そんなの分かるの。何屋さんやった。弁当屋さんやった。いや、元ホテルマン。関係ないやろ。こんな感じで、もうじゃあ温まってるからすぐ食べれるやん。かけたらいいだけ。ほんまにもう温かいから、うん、やし、持って帰っても温め直せるよみたいな感じや。いくよ、こっちから、手前から。はい、あらら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 、ら、すごいうまそう。たっぷり入ってる。すごい。じゃあこのカレーを向こうで食べていきたいと思います。食べていきます。うまっす。うん、うわ、ボンカレー。普通にボンカレー。美味しい。うまい。止まらねえぜ。他にもあるんですけど、とりあえずカレーとチャーハンを楽しんでいきます。お待たせしました。ジンジャーエールでございます。ありがとうございます。じゃあこれを飲んで帰りましょうか。はい、これ最後の締め。ここに飲んでいい。ここで飲む、うん、飲みます。 TikTok 大丈夫。もういらん。ギンギラギンやん。
ジンジャーこらね、お前おもろないね、お前はジンジャーエールに怒られましたはい、ということで以上になります。どうでしたか。すごいな、マジ機械、ヤンキーの数、マジで数の量やばい。マジリアル40台ぐらい、この1列40、50はあるよな。え、せやな、あるかも。でこの裏側にもその動画でやったけど、うん、もう一個自販機あって、まあ、こっちがまあメインちゃメインなんやけど、メインやな。すごいよな、マジこれをどうやって集めたんかめっちゃ気になるし。確かに、ああ、まあ、いろんな YouTuber とか TikToker とかいろんなインフルエンサーが来てたんで有名ですけど、うん、やっぱり有名になる理由が分かったなっていう気がしました。そうやな。どうやった前は。え、もう自販機にしてはマジクオリティやばいよな。チャーハンもラーメンも、え、ラーメンマジで食べてほしい、うん、チャーシュー麺めっちゃ美味しかったよ、うん、確かに、まあ、自販機のクオリティじゃないな、本当、うん、豊かさな感じ以上でございますそれでは今日も自販機と両前を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。次の YouTube も楽しみにしておいてください。バイバーイ。バイバーイ。